氷見駅は、富山県氷見市伊勢大町一丁目にある、西日本旅客鉄道氷見線の駅、道線の終着駅である。昭和20年代の氷見駅旧駅舎1963年頃の、氷見駅駅舎中越鉄道の氷見延伸にあたり、当時の氷見町においてはその駅を建設すべき位置が、問題となり、1911年5月26日に、氷見町議会は、 海運の便を考慮して、見倉下したという海岸近くの場所を停車場を予定地に決定したが、この氷見町の提案は、港湾設備の新設を必要としており、氷見郡役所は廉下で取得可能な港川近隣の御座町を予定地とするよう提案した。こうした議論の結果、 中越鉄道と氷見群は協定して、停車場建設予定地を港川西岸朝日町に決定したのであるが、市街地を横断することになる路線の決定に、町民から異論が紛失し、土地取得に問題を生ずることとなったため、1912年9月19日の延伸開業時には結局伊勢町において仮停車場として開業することとなった。しかし、 中越鉄道はこの仮停車場を本停車場として認定することを氷見軍に対して求めたため、氷見軍はこれを中越鉄道側の契約違反とみなし、土地の還付や代金を請求するに至った。浜田孝之助と山県知事の仲介によって、1915年1月11日に氷見軍会は仮停車場を本停車場として認定する代わりに、 当駅駅舎を改築し、また、中越鉄道に対する補助金を半額に減らす旨を決議し、姫駅一問題は解決することとなった。東端式ホーム一面二線を持つ地上駅である。ただし、切り欠きホームの二番線は列車の発着がなく一面1線のみ使用されている。校内には木回し線を有するほか、かつては転車台が設置されていた。 北陸広域鉄道部が管理し、JR 西日本金沢メンテックが駅務を受託する業務委託駅であり、緑の窓口が開設されている。また、校内には観光案内所がある。1975年9月6日撮影の当駅周辺航空写真当たり駅における貨物取扱いは、1978年3月1日に廃止された。 1951年12月15日付、鉄道広報第732号通報、専用線一覧について別表によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1953年10月10日付、鉄道広報第1254号通報専用線、一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。 1970年10月1日現在における、当駅所属の専用線は以下の通りであった。富山県統計年間を呼び、氷見市の統計によると、近年の1日平均乗車辞任は以下の通りである。カエツノーバスが運行。ありがとうございます。